はい、続きましてセクションゼロ、英語の基本構造について見ていきたいと思います。これは関係詞関係節を見ていく上でとても重要なことです。はい、このような3つのことについて順番に見ていきます。まず人間言語の文の種類、これ英文法ですけれども、実は日本語文法でもフランス語文法でも、全ての文法ですねに共通のこと、それをまず押さえておきたいと思います。実はですね、人間言語の文の種類は3つしかありません。いきますよ。3つはですね、短文、そして埋め込み文、そして最後が付け足し文と。この3つだけしかないんです。じゃあまず短文から見ていきたいと思います。では具体的に見ていきたいと思いますが、例えば He left、 彼は帰ったとかですね、あるいは He bought it、 彼はそれを買ったとかですね、あるいは He gave it to her とかですね、彼はそれを彼女にあげたとかですね、こういったのが短文になります。そして実はですね、短文にはこの3つのタイプしかないんです。何を言っているかと言いますと、これは自動詞と言いますよ。目的語がありません。それに対して He bought it、 それを買いましたね、これ他動詞と言います。目的語があります。そして He gave it to her、 gave、 彼はそれを彼女にあげたんです。これが直接目的語、これが間接目的語ということでして、目的語を持ってますから、これ他動詞です。しかも目的語を2つ持っている、そういう他動詞ですね。で、目的語の数で見ていきますと、自動詞は目的語0です。このような動詞は目的語1です。このような動詞は目的語が2です。短文にはですね、この3種類しかありません。続きまして、埋め込み文を見ていきます。She thinks that he bought it. 彼がそれを買ったと彼女は思っていますと。こういった例です。何が埋め込み文なのか。これはですね、ここに he bought it という短文があります。この短文がですね、thinks の内部に埋め込まれていると。そういう意味でこの部分を埋め込み文と言います。短文と何が違うのか、これがちょっと多いです。 That he bought it、 これは言ってみれば think という動詞のですね、目的語になります。 think はまあ他動詞ですね。この think の目的語になる部分が埋め込み文です。そして埋め込み文は短文よりちょっと大きいです。That、 日本語で言うとこれとですね、これが付け加えられていますのでちょっと大きいです。これが埋め込み文です。これと似たような例、お知らせしておきます。 She wonders whether he bought it、 彼がそれを買ったかどうか彼女は知りたがっているというわけですね。Wonder はなかなか訳しにくい動詞ですけれども、まあ、ここでは知りたがってるにしておきますね。で、ここもですね、Wonder というのは他動詞で、こういった、
文を目的語として取ります。 He bought it、 これ短文ですよね。短文の前にちょっと大きいのついてるかどうか、これ日本語で言いますとこれかどうかになります。彼がそれを買ったかどうか、これが wonder の目的語になっています。そしてこの部分が埋め込み文です。埋め込み文は短文よりちょっと大きいというわけですね。これが埋め込み文です。はい、では最後に付け足し文を見ておきたいと思います。付け足し文はですね、あってもなくてもいい要素と考えてください。文にくっつけばそれは副詞的な役割を持ちます。名詞にくっつけば形容詞的な役割を持ちます。しかしながらあってもなくてもいいです。では具体的に見てみましょう。短文 He bought it、 彼はそれを買ったんですと、これが言いたいだけです、この文では。そしてその前にこんなのついてます。 Because he got a salary、 彼は給料をもらったのでそれを買ったと、この部分です。これあってもなくてもいいです。 He bought it、 言いたいのはこれだけ、これ短文の部分ですね。これが言いたいだけ。そしてこれはこの文に付け足されているだけです。これが付け足し文。だいたいこのようなものがついてきますよね。あるいは As soon as he got a salary, he bought it、 言いたいのはこれだけ、彼はそれを買ったんですと。それをちょっと説明してね、副詞として説明してます。給料をもらうとすぐと、ここの部分 As soon as he got a salary、 この部分が付け足し文です。このように短文にですね、もうくっついて出てくるようなものいっぱいありますよね。 When he got a salary とか If とか After、 あるいは Before、 こういうところ、こういうところにこれを入れれば全て付け足し文になります。でもう一つちょっと違うタイプの付け足し文、これが関係説です。いいですか。 I know the reason why he got a salary、 私はその理由を知ってるんです。言いたいのはこれだけ。これが短文ですよ。この短文のこの名詞、これをより詳しく説明する部分、これ Why he got a salary、 なぜ彼が給料をもらったか、その理由ですねを知ってますと。この部分、これも付け足し文です。関係説は名詞を修飾する付け足し文、こちらのものは文全体を修飾する、まあ、付け足し文と、そういうことになっています。はい、これまで私たちは人間言語にはですね、3つの種類の文があることが分かってきました。そしてたったこの3つの装置でですね、ありとあらゆる表現が可能になります。具体的にはこれを見てください。 She praised the man、 彼女はその人を褒めましたと。これをですね、埋め込み文にして said の中に入れます。 John said that she praised the man、 彼女がその人を褒めたとジョンは言いました。さらにこの前にですね、 Mary said that、 つけてもいいです。という具合に埋め込むという装置を使えばもう無限に文ができます。そこにまた because とか when とか if といった付け出しも足せばさらに無限になります。ですから私たちはたったこの3つだけの装置で全ての表現が可能になるというわけです。そしてですね、ちょっと注意点ですけれども、じゃあこういった and とか but で結ばれた文はこれ新しいタイプじゃないのかと、そう思う人がいるかもしれません。 She praised them and he praised her too、彼女は彼を褒め、そして彼も彼女を褒めたと。こちらはですね、She praised them, but he praised her mother。彼女は彼を褒めたが、彼は彼女の母親を褒めたというようなケース。And, but で結ばれています。これはですね、単純に短文
プラス短文と、これも短文プラス短文と、そう考えていただければまさにこの一番だけの装置で出来上がっているということがわかります。はい、それでは時制と文の要素としての動詞、これを見ていきたいと思います。大切なことはですね、このモノグラマーシリーズでは一貫して私たちは時制、英語の時制にはですね2つしかないということを、お知らせしたいと思います。現在形と過去形だけです。本当にそうかどうか見てみましょう。これまでですね、いろんな、時間に関する表現をですね、習ってきたかと思います。 He walks to school、 現在形。 He is walking to school、 現在進行形。 He has walked to school、 現在完了形。 He will walk to school、 未来形。いやいや、いろいろあるなと。特にこれですね、これを、将来的に歩いていくということで、時間のことを本当に現実的に捉えてしまうと、もしこれが未来とするとですね、こちら The train leaves at 8、 その列車は8時に出発します。これ8時より前の時点に言っている表現です。7時50分ぐらい。そうしますと leaves と書いてあっても、この文は未来形なのかと、そういうことになってしまいます。しかしながらこのところ The train leaves、 未来を表す表現であっても現在形を使っています。さあ、その考えをもとに形だけ見て調べてみましょう。現在形、現在形、現在形。Well、 これはですね、過去形が would ですので、 would の現在形が well ということでして、こちらすべて現在形の動詞になっています。そしてそれに対応する過去形があるわけですね。 He walked to school. He was walking to school. He had walked to school. And he would walk to school. このようにですね、いろいろありますけれども、私たちは英語の時制には現在形と過去形しかない、このように考えてまいります。はい、では最後に主語、目的語、保護、副詞といった文法用語について見ておきたいと思います。具体例としてちょっとこれをご覧ください。 She gave it to him yesterday。 動詞をまず見つけましょうか。動詞、あげた。動詞の前に来るようなもの、名詞的要素でしたらこれ主語と言います。彼女は、あるいは彼女が、こういったものは主語ですね。それを、動詞の直後に来るような名詞的要素を目的語と言います。この文でしたら、前にここで見ましたけれども、これ直接目的語、これ全体が間接目的語ですね。はい、で目的語はですね、実は現れる場所が2箇所ありましてね、動詞の直後、これを目的語と言います。そして、このような前置詞の直後、これも目的語と言います。これは前置詞の目的語と言います。これは動詞の目的語、もうちょっと正確に言いますと、これは動詞の直接目的語となります。そして yesterday、 これ副詞的要素でして、副詞的要素はあってもなくてもいいと。最後、これ保護というものですね。例えばこんな例、 She's married。 この人とこの人が同じ場合、これを保護と言います。あるいは We call her Mary。 私たちは彼女のことをですね、
メアリーと呼びます。彼女とメアリーが同じですので、これを保護と言います。はい、それではセクション0、英語の基本構造、これまとめてみたいと思います。まず人間言語のですね、文の種類はもう3種類だけ。短文、埋め込み文、そして付け足し文、この3つだけです。続きまして、英語の時制ですね、これは現在形と過去形だけです。そして最後、文法用語ですね。 She gave it to him yesterday みたいな例があったら、主語、目的語、目的語、副詞と、そしてこれとこれが同じ場合、これを保護と言いますね。保護ということでして、セクション0、英語の基本構造、これで終わります。